はい。えー、愛と聖書と人内と LGBTQ+. プえス、ー、これね、あの、新しいシリーズなんですけど、ちょっと大本命というか、まあ、長いシリーズになると思うんですけど、あの、こちらです。LGBTQ。聖書はそう言っているのか。えー、藤本光先生。2024年。イクススイーブックスというところから発売されている本で。 えっと、これね、出たのが今年の8月なんですよ。で、もう8月に僕、あのー、これもうね、あの、出るという噂は聞いていたんだが、あの、もう今か今かと待っててさ、で、あのー、本当に楽しみにしてて、ずっと。で、今書いてらっしゃるらしいよ、東と東本水先生。で、 なんか、来月出るらしいよ、みたいな、なんか、7月か6月に聞いて。で、うわ、もう毎日僕、アマゾンで、藤本と光先生の、その、著者ページで、え、更新して、あ、まだ出てない、まだ出てない。で、そしたら、あの、北海道を行ってさ、あれはいつだった、第一週目だったと思うんすけど、その、ね、土端くんの家にいるときに、あるとき、あのー、 出てたんですよ。発売されてて。もう僕一瞬で、何その、土畑に届くように <laughs> 購入して、アマゾンで。ごめん,どばちゃん、土んあの、えっ、ー、と、明後日ぐらい本が届くと思うんだけど、なんつって。で、で、すぐ読んで。で、で、あのー、僕レビューも書きました。だから、アマゾンに。あの、もう本名で。もう本当に素晴らしい本なんで。で、あの、こちら、 結局でも、北海道でなかなか読み進めれなくて、でも帰って一週間ぐらいで一気にブワー読んで、もう夢中で貪るように読んで、めっちゃ。 めちゃよく本当に決定版っていうかまあレビューにも書きましたけど、なんつうのかなこの本を読まずに LGBT と聖書の話をするべきではないと思いますよぐらいなのな,な,なんか今までのすべての議論が網羅されてるし、えすべての論点に答えてるから聖書がなんて言ってるかっていうねでしかもその、えー、証拠を提出しながら言ってるからなんていうのかなこ,これを読まずになんか何の議論も積み上がらないっていうことがあるんでめちゃくちゃ重要な本だと思いますのでみっちり僕解説して できますね是非この本買ってほしいしまた買ってもうすでに読んだよって人はレビューしてほしいですね。で何ていうのかなこういった類の本をとにかく面白く思ってない方々もいてでそういう人たちって読まずに「星、えー、1読む価値のない本です」とかっていう,いうねそういうレビューで汚される。 っていう、ネガティブキャンペーンみたいなのもあるから、ぜひ、まあ僕もレビューしましたけど、読んだ方はぜひね、レビューしてくれるとね、あのー、これ、そのレビューが、やっぱこの日本の教会を豊かにすると思いますので、レビューもしてくれたら嬉しいし、買ってくれて、まあ、まあ僕が書いたわけじゃないんで、あれなんですけど、買ってくれ、買って読んでほしい。もう一人でも多くの人に読んでほしい。もう決定版となる素晴らしい本で、もうすべての教会にこの本を一冊置いてほしいなと思う。なんか自分の、もしです、ね、さんの、 主張だったら自分が翻訳した。以上の熱量で語ってるっていうのが僕もなんか不思議なんですけど、すげえいいんではい。じゃあえっと早速によう行きますね。えー、7から8ページ <coughs> 聖書が神の言葉であると信じている。人々の中には聖書は普遍的な道徳のルールブックであって、現代の様々な問題に直接的な解決を与えてくれると考える人が少なからずいます。 それ,えー、それは素直な、えー、信仰姿勢であってもそのような答え探しは本来の聖書の性質にそぐわないものです。ね。で、えー、っと、ここから山崎ランサム和彦先生というですね、生学校の先生の言葉が紹介されるんですけど、この世界の善悪について神は揺るぎない意思を持っておられ、神は聖書にそれを書き記された。神の意思は普遍で えー、聖書は現代の様々な問題に直接適用できると主張する人がいます。その人の素朴な信仰を揺るがす意図は私にはありませんが、その主張の背後に特有な聖書感があることも事実です。それは近代が生み出した理性と言語への強い信頼に基づいています。えー、で、この辺は実はあの、聖書信仰という、これも10年に 1, 1冊の超絶名著を藤本光先生が2015年に書いていらっしゃって、今まさに僕プレミアム放送 でその解説を続けけてるんですけどこのいわゆるこのうんと聖書は一字一句違わず神の言葉でそれ指摘解釈を施してはならずそしてそれは今の時代にも全くそのまま文字通り正しいのであるっていう考え方ってものすごく20世紀の理性信仰というベースから出てきた考え方なんですよ。だからむしろその神よりも理性を 王座に置いいた考え方がそういう聖書,、ね、聖書館を生んだんだで、すよ。で、それを素朴に信じている人の水を差すつもりはないんだけど、実はそれってものすごく近代的な聖書の読み方だということは知っといてくださいねっていうのが山崎さんがここで書いてらっしゃることね。で、えっと、続き読みますと、特有な聖書館が生み出す思考の流れを山崎ランサム和彦は次のように批判しています。 あごめんなさい。今の、今の引用は、えっ、ー、と、藤本光先生の字の文でした。ごめんなさい。えー、でん、今のところね。でえ、こっからが山崎ランサム和彦先生の、えっ、ー、と、言葉の引用です。 聖書の中には永遠の真理が言語情報、過去、命題の形で埋め込まれていて、適切な方法で釈義することによって、そのオリジナルなメッセージを取り出すことができる。この考え方によると、聖書とは私たちが信じるべき正しい知識のデータベースであり、また私たちがそれに従って生きるべき道徳のルールブックだということになります。このような聖書観。で、ここまでが山崎先、山崎ランサム和彦先生の文章ね。で、ここからが藤本先生の文章です。 <laughs> このような聖書館は時に無批判に聖書の無語性と抱き合わされて聖書は時代を超えた真理の言葉として文字通り字義通りに聖書を読むことが信仰であるかのように考えられてきましたそれは保守派信仰の聖書館ですこれえー、っと「聖書、えー、聖書信仰」からの引用っていうふうに書いてるんですけどでね聖書って道徳のルールブックではないんですよ はい。これをもう、あのー、なんだろう。そのまさに無、無語、無国性っていう、聖書の無語性こそが命だっていう、まあ、シカゴ生命という、僕がもう違和感しか覚えない、えー、そういう生命があるんですけど、えっ、ー、と、それこそが福音派なんだっていう人からすると、もうこの言葉自体がもう、ちょっとあんたちょっと福音派から出てくれるみたいなことになるかもしれない。まあ、それはもう本当にすみません、と。もう土下座しながら、いや、でも僕福音派なんですよっていうしかないんだけど、<laughs> <laughs> でもね、でもね、これ、なんでシカゴ生命が出てきたかっていう歴史、まあ、経譜学っていうんですけど、思想がどういうふうに積み上がっていってなったかっていう文脈と歴史を踏まえるときに、ああ、なるほどとわかるんですよ。それが、その聖書の無語性っていうのがすごい理性信仰っていうか、まあ、これプル、プリンストン神学っていうんですけど、メイチェンという人たちがね、始まった。で、これってすごい、スコットランド常識哲学という、ものすごく、えー、っと、なんていうのい 真理と言語が一対一で対応し、そして言語と理性を用いて、えー、それを解析していけば完全な理性、真理に我々は到達できるという、ものすごく19世紀、20世紀の啓蒙主義的な合理主義的な、えー、考え方の極みが実は無語論に行き着くんですよ。だけど、この無語論ってじゃあ普遍的に聖書の、なんていうの、普遍的に2000年間のキリスト教が持ってた聖書感かというと、全然そんなことないんですよ。で、それを証拠に、 聖書のさ、その、いわゆるもし、本当にそうなんだとしたら、我々って、女性の教職認めちゃいけないじゃないですか。 でも認めてるじゃないですか。なぜなら、それは、聖書は道徳のルールブックであって、時代を超えて、そのまませ、ね、適用できると我々が思ってないからこそですよ。我々、奴隷制度を今も強固に保持してなきゃいけないじゃないですか。でもそれを我々捨てたじゃないですか。それは聖書が普遍的な時代を超えたロールブックだと思ってないからなんですよ。これめちゃくちゃ重要なんですよ。ね、聖書館の問題。次。 えー、ブルッゲマンという僕が大好きなね、神学者がいるんですね。ウ、え、ォ、ー、ルター・ブルッゲマンという人がいて。で、まあ、この人アメリカの神学者なんですけど、すごいアメリカの神学者らしからぬ考え方をする、ものすごく僕好きで、予言者の想像力っていう、まあ、これも超絶名著があるんですけど、これにも僕すごい影響を受けたんですね。で、このブルッゲマンが実は2022年にこの人重要な発言してるんです。8ページ。2022年。 9月、旧約聖書解釈学の重鎮であるウォルター・ブルッゲマンが LGBTQ の性を擁護する論説を出しました。これ本書第3章にまた詳しく論じますと。で、その中で彼は聖書解釈の原則の一つをトラジェクトリーという言葉を用いて説明しています。で、このトラジェクトリーって何かというと、 私たちはキリスト教会の聖典として一冊の聖書を持っていますが、そのテキストの全てが一度に私たちのもとに届けられたのではありません。聖書66巻のテクストは、歴史的に異なった様々な奇跡、これ、奇跡のことをトラジェクトリーっていうらしいんですけど、英語のね、英単語トラジクトリー、僕も知らなかった単語、奇跡。えっ、ー、と、奇跡っていうのは、あの、何て言うの、えっと、 優勝への軌跡、みたいな。えっ、ー、と、軌道の木に、えっ、ー、と、遺跡の跡ですね。で、えっ、ー、と、様々な奇跡を残して、一冊の聖書に収められています。これ本書7章3章です。で、すると、聖書のテキストを抜きにして、あ、ごめんなさい。すると、聖書のテキストを抜き出して、その語彙、文法、文脈を釈議し、それをもって現代の私たちに当てはめることは、あまりにも安易です。 って言ってるんですね。だから、その、ウォルター・ブル このブルマンのこのロンゼルツは非常に重要で、えっと、だからなんか僕、そのブルッケーマンの本って結構何冊も読んできて、あ、この人の考え方でいくと多分、えっと、LGBT 用語だろうなと思ってたら、やっぱり2022年にそのロンゼル出してるんですよね。で、えっと、これ、まあ、ボーカム、リチャード・ボーカムも僕大好きで、リチャード・ボーカムも多分同じだろうなと思うんですけど、このボーカムとかブルッケーマンの聖書の読み方に僕はすごく興味を覚えるんですけど、聖書を 方向性と捉えるんですよ。で、なんて言うのかなあのさ、だから聖書って何なのみたいな話で言うと、多分シカゴ生命的な読み方っていうのは聖書は、なんつうのかなそうだな。だから、あのー、携帯とかを契約すると、ものすごい分厚い契約書とかが、ね、 印刷されたりされなかったりして読まされるじゃないですか。あれみたいな感じで多分聖書を読むんですよね。でもちろんそういう側面もあるんですけど。だけどブルゲケマンとかボーカムはむしろ聖書をなん物語と読むわけですよ。で物語って一定の方向性があるわけじゃないですか。だからなんていう物語の中で、ね、と第一章では、ねえー、と父親が息子を家から追い出したという描写があ,あったとしても。 物語全体を読むまでは、その父親が息子を愛していないと結論することは時期奏唱なわけじゃないですか。それと同じように、聖書って実は、あるい一つの方向に動いてて、その方向は一言で言うと、神は愛であるという方向なんですね。で、この方向に反するような聖書の傷つというのが確かにあると。それはその女性は黙ってろっていう。 文言とかね、パウロの奴隷制を肯定するような文言とか、あるいは義明で人を虐殺する文言とか。だけど、これは神は愛であるという最も大きい方向性に合わせて読むべきであって、そこだけを説を抜き出して、今の世界にもやっぱり虐殺していいんだとか、やっぱり女性は黙っておくべきなんだとか。 やっぱり奴隷制は保持すべきなんだとかっていう読み方は聖書の読み方として安易だよっていうことをブルッゲマンがこの奇跡的に聖書を読むということにおいてっていう読み方で紹介しているんだよというのが8ページ8から9ページ続き読みますね聖書解釈学を専門とする南野博之 えー、これ南野先生の本を今別な本を僕読んでるんですけど、えー、で、南野ひろの則は、えー、テキストを解理解しようとするとき、コンテキストの重要性を3つの視点から強調します。コンテキストとは、第一にテキストがそれを含む文書の流れの中に置かれているという文学的文脈を意味します。第二にテキストが記された歴史的な文脈があります。 それは当時の時代的な状況だけでなくテキストが形成された歴史をも含みます。そして第3に南野は読者のコンテキストにも目を留めます。聖書を無心に読むと言いますが実際は読み手の価値観が嫌が多うでも読みに行く過程の中に含まれるということを私たちは自覚すべきでしょう。だから聖書解釈学の専門家である南野先生はですね 三つのコンテキストを抜きにして聖書を読むことは危ないよって言ってるわけ。一つ目のコンテキストは、その、さっき言ったトラジェクトリーに近いんですけど、その、なんていうかな、んと聖書66巻の中で、この文章ってどういう位置づけなのっていうことですよ。これが文学的文脈。文学的なコンテクスト。だから、詩編は詩,な詩,詩だってことが非常に重要だし、ね、えー、歴代史とか列王記は歴史書だっていうところがすごく重要だし、 え、なんだろう、呼ぶ気っていうのは、偶話的な意味があるっていうのも非常に重要だし、で、パウロの手紙は手紙だという、ね。 ことで重要だし、福音書は福音書で福音書だという重要学生があるし、黙示文学っていうのはダニエル書とか、エゼキエル書の後半とか、えー、そしても、ヨハネの黙示録っていうのは、黙示文学というユダヤの文学的な伝統の中に位置づけられたというこの文脈を無視したら、聖書ってちゃんと読めないよってこと。えー、第2に、テキストが記された歴史的な文脈があります。それは当時の時代的な状況だけでなく、テキストが形成された歴史をも含みます。つまり、例えば、えー えー、っと、なんだろ御とか、あるいは、例えば、歴代史が、まあ、そう、あの、ほぼ確実と言われてるけど、エズラが編纂したと言われてるんですね。で、エズラってどういう人かというと、第二神殿をネヘミアと一緒に、えー、復活させた。バビロン保守が終わって第二神殿ができるじゃないですか。で、その時に、えー、立法の専門家としてエ、エズラは民の宗教的な部分を、えー、再、再度、 強固にしようとして歴代史を編纂したと言われているでこういったそのテキストがどのような経緯で書かれたかっていうことをもうこれも文脈ですよね 例えば、あとは、その、あれですよ。だから、ヨハネの目視録だって、あれ、パトモス島で書かれたってめちゃくちゃ重要で、島流しになっとるわけですね。だから、あの文章って、まさにローマ帝国がキリスト教を迫害しているという文脈で書かれているから、あれって検閲されてアウトなことは書けないわけですよ。だから、ローマ帝国が獣という象徴で書かれてたりするっていうことを、我々は知る必要がある。これは、テキストが形成された歴史という文脈ですね。 で、三、三つ目が、読者のコンテキスト。同じ聖書の言葉を読んでも、15世紀の人が読むのと、今の我々が読むのと、あるいは2世紀の人が読むのと、また、今の現代でも、日本人が読むのと、ね、アフリカにいる人が読むのと、アメリカにいる人が読むのと,と、チベットにいる人が読むのと、ロシアにいる人が読むの、全部違って見えるでしょうね。で、往々にして我々って、 自分がそう思っていることを強化してくれるような聖書の一節により強く惹かれるんですよ。それは誰でもそうなんです。で、そのバイアスがあるということを我々は意識しないと、我々が思っていることを強化するために、まさに我々の思想を聖書に投影しちゃうってことが起こるよね。だから自分の文脈にも自覚的であろうね。これが3つの文脈っていうこと。これを南野先生は強調してます。次いきます。 9ページ。さて、序章において、私は特にテキストが置かれている時代的文化的コンテキストを理解する大切さを強調しておきます。テキストに普遍的な真理があるとしても、神の言葉である聖書は人間の言語によって記されています。すなわち、それは記された時代の問題や出来事を扱い、その時代の特性に浸された言語です。 その内容が歴史的な出来事や背景に関わっている限り、ただ聖書の文字を読んでいてもテキストの意味に到達できません。ソドムの事件を読むときに、その出来事を取り囲む古代オリエントの文化を検討します。レビキを読むなら、イスラエルの独特な民族的アイデンティティを考慮します。コリントの信徒への手紙や、ローマの信徒への手紙を読むなら、古代ギリシャの少年愛や、 愛や、えー、古代ローマの人身売買、あるいは女神の神殿に使える断章文化について知る必要があります。当時の聖書記者、読者は、当時のユダヤ教、初期のキリスト教の考え方だけではなく、背後にある違法人社会の事情を肌で感じていました。 でこれ、あのー、すなわちそれは記された時代の問題や出来事を扱い、その時代の特性に浸された言語ですっていうところの脚中さんっていうのがあって、そこも読みますと、同様に歴史的文脈を強調する山崎ランサムは、素朴なキリスト者が抱いてしまう聖書感が次のように誤っていることを指摘している。 聖書の大部分は基本的に普遍的な教えでありそのまま現代に適用すべきである聖書の中で執筆当時の文化に順応して書かれた部分はあるがそれは特殊な事例であるとこれは聖書が神の言葉であるという信仰が流布してしまった素朴,素朴すぎる聖書の読み方であるこれに対して山崎ランサムは次のように述べている 私はこの前提をこそ疑うべきであると考えています。むしろ発想を逆転して、聖書のすべては書かれた当時の文化に順応して書かれたと考えるべきだと思います。聖書のすべては旧約であれ、新約であれ、それぞれの時代の文化的コンテキストに完全に埋め込まれた形で書かれているというのがデフォルトの姿なのです。聖書に限らず、あらゆるコミュニケーション、口頭ででああれれれれテテキストを通してであれ閉じるはそれがなされる文化的コンテキスト リストの中に完全に埋め込まれたものとして理解すべきだというのは、ええ、極く自然な考え方です。これはえっと山崎ランサム先生の鏡の鏡を通してというブログの中の文章です。<laughs> で、ブログのタイトルは聖書と神の権威というえっと NT ライトの本を山崎ランサム先生が訳されたことに関して、えっと翻訳者としての ちょっと言いたいたこととがあるいう文章こ,れこのブログもめちゃくちゃいいんであの、おすすめです。これ無料で読めるんでね。で、えっと、元の文に戻ると、9ページの後ね、えー、さっき引用したところの後半ね、ソド,ソドムの事件を読むときにはその出来事を取り囲む古代オリエントの文化を検討しますと。レビキを読むなら、イスラエルの独特な民族的アイデンティティを考慮します。ゴリントの手紙やローマの手紙を読むなら、古代ギリシャの少年愛や、えー、古代ローマの人身売買、あるいは神,、えー、神殿の女神に使える男性、えー、男性文化について 知る必要がありますとで当時の聖書記者読者は当時のユダヤ教初期のキリスト教の考え方だけでなく背後にある異邦人社会の事情を肌で感じていましたこういう方丈線を引かないと聖書の言葉って実は理解できないんですよねでね例えばねあのー、まあこれ小林昭弘さんという人がえっと「キリスト教と同性愛」という本でよかったと思うんですけど書いてるのがあのさパウロってさその ローマ書一章でいいと思うんですけど、断章を、は、神の国を受け継げないって書いてるんですよ。で、第一リント旧かなど、どっちかに書いてるんですよ。で、それって、その、男性娼婦のことなんですけど、その断章という言葉って、に、我々の21世紀の文化を読み込むってどういう読み方かっていうと、あのー、 実際、談笑っていうのは、日本にもあんまり多分お、表沙汰にはならないけど、いることでしょう。う SN SNS とかで、ね、誰か俺と寝ませんかい、えー、一晩二万円ですよ。みたいな人いると思いますよ。全然。 えー、で、あのー、エゴイストっていうね、最近の映画に描かれてたけど、で、もっと露骨にシステマティックに、そういう、なんていうのかな、いわゆるこう、デリヘルの男性版みたいなやつを元締めしてるヤクザがいるみたいな国も絶対いる、あると思うしね。で、それのことって、我々21世紀の人は思うわけですよ。だけど、違うのよ。当時の談笑ってどういう背景があったかっていうと、あの、 これも、その小林昭弘さんの本で僕は知ったんだけど、あの、ローマ帝国ってね、あの、帝国がさ、その小さい弱小の、なんていうの、コロニーっていうのか、あの、えっと、都市国家みたいなものを軍隊で力でねじ伏せて植民地にしていったわけだよね。で、その時に、その弱小国家を、 そのローマの兵士が支配した時に、えまず家財を奪うんですけど、それだけじゃなくて、当時のセクシュアリティの一つの型として、刺す人と刺さない、刺される人っていうのがあるんですよで。刺す人が優位で、刺される人が劣位っていう、そういうセクシュアリティ観念があったわけ。で、彼らって、あのね、要はその支配したローマ帝国が支配された国の男たち、 そして兵士たちの、まあ、言葉はあれですけど、釜を掘るっていうか、彼らに拷問成功をするっていうのがあったんですよ。で、それって性欲と全然関係ないんですよねえ。性欲とは関係なしに、俺の方がお前より上だからなということを誇示するためだけにマウンティング行為としてそういうことが行われてたらしいんですよ。で、さらに、そういった国々の支配された側の、まだ裏若い少年たちは、 断章として変われるんですよ。まさに、その従軍慰安婦みたいな形で、支配国が非支,支配国を性的に搾取するんですよ。それが断章という形として現れてた。つまり、少年たちが人身売買のような形で帝国に売られて、そして人権もないような形で、えっ、ー、と、ローマの金持ちたちは、 えー、女を買うことに飽きたら少年を買うという文化がまさにあったから、そういう商品として売られたんですよ。で、それとさっき言ったアプリで俺2万円ですけどっていう人って同じですか全然違うでしょで、これ、実は、勝負も同じなんですよ。当時の、そのいわゆるこう、イエス・キリストは、ね、えっと、その宗教家や、えっと、何、パリサイビトに向かって、勝負たちの方が、 あなたたちよりも、売春婦たちの方があなたたちよりも先に神の国に入ってるって言ってるじゃないですか。で、パウロは対照的に男章は神の国を相続できませんって書いてる。これがまあ、小林明さんの論によると、パウロの、え、ね、ホモフォビアを表していると、え、小林さんは読んでる。 で、多分、藤本みずる先生はまた別な読み方をしている。でも何が言いたいかというと、イエスは少なくとも、えー、っと、売春婦は神の国に入っていると言ってるんですよ。じゃあ、この売春婦ってどういう売春婦かというと、まさに同じで、経済的、社会的弱者が身分が固定されるような形で、まさに従軍慰安婦のような形で体を売,る売らざるを得ない。それでしか生きていけないという売春婦のことであって、 で、今の世界もそういうとこありますよ。貧富の格差が、まさに岡村隆さんのね、あの、ひどい発言がありましたけど、そういう側面あるんだけど、それでも、今の社会の、じゃあ、ちょっと、あのー、ま、あブルセラでパンって売って、えー、金が儲、えー、けれたから、ちょっともう私働きたくないのよねと、ま、あ体を売って、えーね、ね、えー、一晩何万かけ稼げるんだったら、っていうのと違うよね。全然違うよね。 だから、全然違うことを言ってることを、ね、聖書はもう普遍的に正しい道徳のマニュアルなんだから、売春婦は売春婦でしょって言ってる素朴に読んでる人って、全然違う理解をしてるって今のわかりますだから、その、我々の21世紀を聖書にむしろ読み込んじゃってんのよ。だから文脈って大切なのよ。っていう話。 が出てきます。ということで、えー、まあ今回はこのぐらいにして、次回からもめちゃくちゃこのシリーズは面白いんで、あのー、ぜひぜひですね、聞いてくださったら嬉しいし、またこの本買ってくださったら嬉しいし、ぜひ、えー、ね、あの、アマゾンのね、レビューもね、読んだ方は書いてくれたら嬉しいかなというふうに思っております。ということで、聞いてくださってありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。